皆さんこんにちは、ゆきーチャンネルです。本日は栃木市にやってまいりました。ラーメン健吾さんです。営業時間はこちらになります。それではメニューを見ていきましょう。あっさりラーメン、こってりラーメン、そしてお持ち帰りもありました。二段ガツオつけ麺などもありましたよ。そしてチャーハン。店内に入るとこんな感じになっております。お、フィギュアがたくさん。こちらのお店はラーパスも使用できますよ。今回も事前に撮影許可をいただき撮影しております。ありがとうございます。本日はこのつけ麺を注文したいと思います。スープは 100% 鶏スープ、会津地鶏と那須鶏を使っているそうですよ。楽しみ。はい、こちらが注文したチャーシュー淡麗鶏つけ麺特盛りです。特盛りはスープが2種類つきますよ。見てください、このたっぷりのチャーシュー、すごーい。2種類のチャーシューが乗ってる。そしてメンマ、貝割れが乗って、卵はラーパスの特典でいただきました。麺は店主の自家製麺、全粒粉が入ってましたよ。さらっとしたこの黄金色のスープに、この醤油のスープ、美味しそう。それではいただきます。まずは麺だけでそのままいただいてみたいと思います。麺だけでもとっても美味しい。この細麺いいですね。次はこの塩スープにつけて、あっさりだけど、とってもこの鶏の出汁が効いてる。これは肩ロースのロースト。柔らかい、しっとりしてて美味しいです。このつけ麺の麺ですが、主に北海道産の小麦を数種類ブレンドして、店主がこだわり抜いて売った一品なんですよ。加水率もちょうどよくて、チュルチュルと喉越しも最高です。このあっさりとしたつけ汁の中にはネギとあられのような小さい粒が入ってました。そして今食べているこの豚バラのチャーシュー、しっかりと味がついていて、これだけでも食べれる。ご飯に合いそう。お次はラーパスで特典でいただいたこの味玉いってみよう。中が
オレンジ色。これはナスの御養卵の赤玉です。今回特盛りにしたので 400g あります。もちろん茹で前。特盛りにするとスープが2つ楽しめるので、私は特盛りにしました。次にこの醤油のスープいってみましょう。こちらもさらっとした漬け汁になってます。醤油も美味しい。この醤油のタレ、5種類の醤油をブレンドしているそうです。すっごい醤油の風味がいい。熱々。漬け汁が2種類あると最後まで飽きずに食べられて嬉しいですよね。そしてこのチャーシューのつけ麺にしたから、チャーシューも最後までたっぷり。これも2種類楽しめて嬉しい。そしてこのメンマはなんと2日間もかけて塩抜きをしているそうですよ。手間暇かかってますね。食べ進めていくうちにこんなに減ってきました。このローストのチャーシュー、本当に歯を少し当てるだけで切れちゃうくらい柔らかかったです。しっとりしてて美味しかった。はい、もう残りわずか。麺が美味しすぎてもう麺が足りなくなっちゃいました。もっと追加できればよかったかな。スープに入った残りの具材を食べていきましょう。はい、これで全部なくなった。あとは醤油の方の、こちらも完食です。お皿きれい。そして割りスープをいただけるということなのでいただきました。このスープは枕崎産かつお節を使用したスープになってます。中にもかつお節が入ってましたよ。どんな感じになるんだろう。いただきます。すごい、急に違うスープになった。
あっさりだけど、この煮干しの風味と、そして鰹節の風味が最高。優しい。最後の締めにぴったりのスープですね。そして醤油の方にも入れさせていただきました。おう、こっちの方が煮干しとこの鰹節が合いますね。醤油との相性の方が私はバッチリかなって思います。もちろんどちらも美味しかったですか。ここに麺つけても美味しい気がする。あっという間に完食です。ごちそうさまでした。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と SNS のフォローもお願いします。それではまたね。バイバーイ。